さあ皆さん、信州大学行ってみたいと思います。さあ本日の長文でございますが、皆さん5問ございましてですね。で、皆さん1問目は内容一問題なんですが、まあこれはですね、他の大学でも対応ができるかと思います。ですから、皆さん信州大学ならではの問題をやっぱり扱っていきたいんですね。で、それは皆さんこれでございます。A 問 A 答ですね。記述説明問題。まあ、これはさすがに、なんでしょうね。他の大学でなかなか見かけない問題でございますので、練習する価値はですね、あるんじゃないかなというところでございますので、よろしくお願いいたします。サメさん、第1段落と第2段落でございます。これをお読みいただけますと、このクエスチョン2、解けるかと思いますので、ちょっと皆さん考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、説明の指示のこことですね、本文中これでございます。これ、対応するのは皆さんすぐわかるかと思いますので、ここさえわかれば、あとは、正解はいけそうですね。サルさん、該当箇所を書き出してみました。皆さん、本文とですね、そして皆さん、説問の指示ですね。だからこれをもちろん見比べながら、正解を作っていきたいと思います。で、皆さん、説問の指示にですね、こういう表現がございますが、だからこれに対応するのが本文中のここですよね。ですから、で、皆さん、こことここが対応するということが分かった段階で、皆さん、正解はこの文以下ですよね。このあたりをそのまんま拝借していただけるとよろしいかと思います。ですから、で、皆さん、正解の場所は皆さん、こういう感じで分かりましたので、あと皆さん、この表現を使ってですね、正しい英文に直していく必要性がございますよね。ですから、説問の指示をですね、うまいことを使うことによって、皆さん、正解へ近づけることができますので、ちょっと皆さん、まず、このあたりを使ってみたいと思います。で、皆さん、こういう形で拝借いたしました。で、皆さん、B 動詞の右側、風にうまいことつなげるには、こういうのでよろしいかと思います。これで皆さんどうでしょう ?They were the people who 点点点ですね。もしくは、They were those who 点点点ですね。さあ、こういう感じで皆さん仕上げていただけますと、正しい英文が完成いたしました。ですから、皆さん、正解の大半はですね、このオレンジのところでございますので、ですから皆さん、本文の表現を拝借してですね、あとはこの青いところ、まあもちろん説問の指示を使って整えましたら、正解が完成ということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて第3段落と第4段落でございます。皆さん、このタイミングで皆さん、この問いの3番ですね、解けるかと思いますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、説明の指示にですね、Which stories to include ということで、まあ、どの話を含んでいるのかという表現がございます。これを本文から探し出していただきます。皆さん、ここに該当するかと思いますので、これを基準に考えていただきますと、正解の場所を特定するのは難しないかと思います。で、皆さん、問いの3番でございますが、皆さん、説問の指示ですね。特に皆さん、このあたりでよろしいかと思いますが、Which stories to include。まあ、どのお話を含みますかというお話でございますが、皆さん、もちろん本文中、ここですよね。Tales that included ということで、皆さん、対応箇所はですね、もうすぐ見つかりました。ですから、正解は、このあたりからでよろしいですね。ここでございます。ですから皆さんその下模範解答を書いてみますが、で皆さん正解の後半はこういう感じでよろしいかと思います。あと皆さん前半ではございますが、もちろんそれは先ほどの問題と同じように、説問の指示ですね。これを皆さんうまく活用していただけると自然な英語になりますね。で、皆さん、説問の指示にですね、リサーチャーズ研究者たちが選んだという話が書いておりますので、これを皆さん、うまいことを使っていただけると、これですよね。皆さん、リサーチャーズをぜひ。そして皆さん、チューズ選ぶですが、過去時制でございますので、チョーズですよね。ですから、こういう感じでよろしいかと思います。
ですから皆さん、ゼイチョーズ、テイルズ、テンテンテン、エレメンツですね。ですから先ほど皆さん、クエスチョン2と同じく、実は本文の表現をそのまま拝借していただけますと、正解が出来上がるということでよろしいかと思います。サミさん、続いての段落でございます。一読をお願いいたします。サミさん、クエスチョン4番でございます。皆さん、この段落からいけるかと思いますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ザ・スプレッド・オブ・フェアリー・テイルズが、皆さん、この波線のところですね。そして、ザ・トランスミッション・オブ・ジーンズは、この棒線のところですね。ですから対応する箇所はすぐわかるかと思いますので、あとはこのあたりを、考えていただけるとよろしいかと思います。サムさん、クエスチョン4番でございますが、皆さんまた設問の指示ですね。該当箇所を探し出していただけるとよろしいかと思いますが、What is the difference between the spread of my fairy tales ですね。で、皆さんもちろんスプレッドフェアリーテイルズの話は、皆さんこのあたりですね。フェアリーテイルズ。そして、皆さんスプレッドの話はここに合致しますよね。ですから、皆さん対応するのはすぐわかります。ですから、皆さん正解はここですよね。フェアリーのところから、皆さん文末アナザーまでということでよろしいかと思います。ですから皆さん、ここをまず正解のところに持ってきますね。で、皆さん、こんな感じでございます。そして皆さん、クエスチョン4の設問の指示の一番最後ですね。The Transmission of Jeans ということですが、皆さん、ジーンズの話は、ここですね。で、皆さん、ここにジーンズがございます。そして皆さん、トランスミッションの話は、ここですね。これでございます。ですから皆さん、やはりこのクエスチョン4の設問の指示とこちらが合致いたしますので、ですから皆さん正解は、ここと、そして、ここから皆さん文末までということでよろしいかと思います。で、もちろん、皆さん本文フェアリーテイズの手前に位置しておりますので、正解もその前半に持ってきますね。で、皆さん、こういう感じにひとまず書いてみました。で、皆さん、もちろん、これをただ単に並べただけでは、正しい英文にはならないので、これ皆さん、うまいことをどうするかというところでございます。で、皆さん、本文の文頭にですね、ジーンズとは違って、ということで、皆さん、アンライクがおりますので、これを皆さん、うまいことを使ってみると、ホワイルということでよろしいかと思います。もちろんホワイルはうにゃうにゃの一方でということで、皆さんアンライクと意味内容上ほぼ同じでございます。でもちろん注意をしなくちゃいけないのはそのホワイルの右側、ジーンズ RSV。そして皆さんこの後にもフェアリーテイルズ点点点スプレッド SV おりますので、ですから皆さん SV と SV をうまくつなげるためにも、接続詞としての役割ある表現、それを皆さん採用していただけると、皆さん正しい英文が出来上がりましたね。ですからこれも皆さん該当箇所を見つけ出すことができれば、それほど難しい問題ではないんじゃないかなという感じがいたします。さあ皆さん最後でございます。皆さんクエスチョン5ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、説明の指示のですね、サム・フェアリー・テイルズ・ラスト・ア・ロング・タイムということで、まあ、長く続いている話ですね。これは本文中でも、このあたりと一致する、合致するんじゃないかというふうに考えることができれば、あとは、その次の文章中あたりが大きなヒントになるかと思います。で、皆さん、クエスチョン5の説問の指示はこれでございますが、サム・フェアリー・テイルズ・ラスト・ア・ロング・タイムということで、皆さん、これが皆さん、どこに書いてあるかということですが、皆さん、本文これでよろしいですよね。皆さん、フェアリー・テイルズ。そして、で、皆さん、ここと、ここが対応するのはもう見てすぐわかるかと思います。で、皆さん、もちろんこの、なぜ長生きするのかと、まあ、いうことですが、それは皆さん、その次の文章中でですね、
サクセスフルフェアリーテイルズというふうに皆さん言い換えられておりますので、ですから皆さん正解はその次の文章ですよね。ですから、このあたり、このあたりを拝借していただけるとよろしいかと思います。ですので正解作りますね。で皆さん、コンテインからコンプリヘンドまで書いてみました。あと皆さん、先頭に表現。何を入れるかは、もちろん、設問の指示がヒントをくれますよね。で皆さん、ここにコンテイン、動詞がありますので、その左側の主語ですが、設問の指示の主語は、サムフェアリーテイです。ですので、皆さん、これを代名詞で受けて、ゼイコンテインコンプリヘンドということで、皆さん、正解が出来上がりです。さあ、皆さん、お疲れ様でございました。さあ、英語円筒の問題ですね。皆さん見ての通り、該当箇所を探し出すヒントは、設問の指示でしたね。ですから、皆さん、設問の指示に素直に従っていただけると、ちゃんと答えが見つかる仕組みになっております。ですから、皆さん、英文英答とはいえ、日本語による記述説明問題と手順が同じというふうに考えていただけると、皆さん大丈夫ですからね。ですから、皆さんが普段、問題集等々で頑張っていたり、もしくはこのヤダッチとスタディですね。これ皆さん、そのまま活用していただけると、十分合格点は取れるかと思いますので、このまま引き続き頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。